はい、はい、それでは皆さんこんにちは。こちらにお越しいただきましたのは西宮ストークスの谷選手、そして岸田選手です。よろしくお願いします。お願いします。はい、改めましてこのムービーを初めてご覧になる皆さんに、はい、ご自身から簡単に自己紹介をお願いしていいですか。はい、谷さんから。はい、西宮ストークス背番号9番谷直樹です。よろしくお願いします。お願いします。西宮ストークス背番号20番岸田敦です。よろしくお願いします。はい、お願いします。谷さんは西宮ストークスは何年目ですか。僕は今年で10年目。10年目。はい、アニバーサリーですね。はい、そうです。はい、そして岸田選手は2年目です。2年目。はい、京都から移籍をしてこられたんですよね。そうですね。はい、ストークスの印象どうですか。すごく仲のいいチームで、はい、楽しいですか。はい、楽しいですと言われていますが谷さんどうですか。そうですね、僕が積極的に、はい、まあ、雰囲気作りしてるんで。なるほど、さすがキャプテンですね。なるほど何も言わないといけないですね、はい、いい雰囲気ということで、今年 の、まあ、あのバスケットの方でちょっとお伺いしたいんですが、チームの状態ってどうですか。まあ、まだ始まって間もないんで、はい、あれですけど、はい、でもまあ、そのコロナ明けて、はい、まあ、みんなでバスケできるっていうこと自体がまあ楽しいですし、はいはい、まあ、みんなで支え合いながら今、うん、まあ、暑いですけど、はい、頑張ってます、はいはい、あのコロナの時期なんですけれども、まあ、どんなふうに皆さん選手の方は過ごされていたんですか。まあ、僕はまあ自宅でできるトレーニングしたり、はい、まあ、家が近所の選手、まあ、岸田選手だったり、はい、うん、浜田選手と、はい、まあ、一緒に外を走ったり、うん、まあ、そんな感じでした、ね。はい、岸田選手はどうでした。そうですね、僕も一緒で、まあ、家でできるトレーニングであったり、はい、まあ、青木さんも言われたように、はい、まあ、外走ったり、うん、まあ、できることをやってたって感じですね。うん、まあ、このね、バスケができる喜びを感じられて今シーズンが始まったんですが、ご自身のお二人の調子はどうですか。まあ、はい、どうなんですかね。まずまずっすね。まずまず、はい、まず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 、まあ、まだ全然、はい、動き始め。そうですね、なんで、まあ、ここからしっかり上げて、はい、シーズン、はい、いい状態で迎えれるようにしたいなと思います。まあ、僕も、まあ、やり始めて、まあ、ちょっとなんで、はい、まあ、でもだんだん良くなってきます。はい、活躍を任せてください。お、力強いお言葉いただきました。ということで、なんかあのお二人すごく仲がいいんだろうなっていうふうに私から見ても思うんですが、ちょっとこうお二人のお互いのなんか面白いエピソードとかどう思ってるみたいなことがあればお聞きしたいんですが、まず後輩の岸田さんから谷さんどう思われるかちょっと聞いてもいいですか。あ、そうです、今すごく仲良く、すごく優しい先輩っていう、すごい、はい、まあ、僕の中で一番そこが直樹さんのイメージでしっくりくるかなっていうのもあるんですけど、はい、まあ、でも一番印象残ってるのはやっぱ僕が、はい、京都から西宮に移籍してきて、はい、初めて練習に行った2日後ぐらいに直樹さんの誕生日があったんですよ、はいはい、で僕も全然その、まあ、結構人見知りだったんで、はい、まあ、全然喋ることもなく、でも、まあ、2日後に誕生日があるっていうことで、まあ、誕生日プレゼントを浜高選手と、はい、去年いた内藤選手、はい、と3人で、まあ、直樹さんの誕生日プレゼント買って家に持って行ったんですよ。おー、優しい、はい、で、まあ、持って行ったんですけど、はい、そのピンポン押して、はい、直樹さん出てきて、まあ、浜高選手、内藤選手いて、はい、僕がいたんですけど、はい、なんか僕にだけ、はい、なんでおるんっていうなんでおるんって言われたのがすごい印象に残ってて、はい、愛情、それは愛情、愛情なんですよ、はい、愛情の裏返しで、お前なんでいいんで、びっくりしたんですよ、まあ、はい、内藤、浜高は、まあ、はい、まあまあ、わかるんですけど、はい、そんな来て、はい、2日目とかで誕生日祝ってくれると思わないじゃないですか、はいはい、それがびっくりしすぎて、はい、まあ、言葉足らずやったんですけど、はい、なんでおるなんでお前おるんって悪口の方のなんでおるねんじゃなくて、こんな2日しか経ってないのに来てくれてありがとう、そう、ありがとう、来てくれたのか可愛いやつめっていうのの表現が、そう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 、だそうです。いや、でも僕からしたらもう2日目で勇気を振り絞っていったのに、はいはい、そこでなんでおるんって言われた瞬間、大先輩ですよね。でも今だったら、まあ、別にそんな、はい、あ、まあ、はい、今思えばそういうことだったのかなっていうのも分かるぐらいの優しい先輩ってのが分かってる。ちょうど7月3日がお誕生日ですよね、はい、ちょうどじゃあ1年前ぐらいの話ということなんです。はい、